中年なう、浅川図です。くだらないもの工房のバーチャル大きツね、風呂宅調整部ポイント職人をやっております、匠です。はい、ということでね、でちょっとね、匠くんのね、この、ワクチンがね、うん、まあ、<laughs> いろいろあってっていう, <laughs> う。本来だったらね、昨日打って、打ち終わった後の感想を取ろうと。今日そういう予定だったんだよね。そういう予定だったんですよ。うん、まあ。まさかのキャンセルを食らうというね。ね。 え、なんだっけ芸術文化なんとかの枠だよねワクチンは文化芸術なんたらの枠ですね。うん。<laughs> が、えっ、ー、と、本来であれば昨日、その、六本切り集団接種っていうことだったんだけれど、どうえー、まあ、これね、あのー、ニュースになりましたけど、モデルナワクチンに異物混入っていうことで、その影響で、まあ、中止になってしまったと。そうなんですよ。 <laughs> まさかこんな身近にこの影響を受けてる人がいるとは思わなくて結構びっくりしたんだけど。<laughs> ね直撃しました、こっちは。これ、金属。 変が入ってたっていうことなのかなまあ、らしいなっていう。最初の報道だとなんかね、ゴムのかけらが入ってんじゃないかみたいなやつがあったんですけど、うんうん、今は金属変なのかなみたいな感じですね。これ現場のあれだね、お医者さんが目視で分かったみたいだね。ですね。 目視でわかる1ミリ以下サイズの黒い微粒子が入っていたということで異変に気がついたということでね、埼玉の、えー、なんか病院でそういうことがあったみたいですが、その、何、延期になって、うん、なんか早速メールが届いてたっていうことであ、そうそうそう,そう。まず昨日の段階で、うん、うちをまあ10時ぐらいにじゃ出るかと思って、 じゃあそろそろ出発しますかって準備してた時に、一応その時間とか、一応俺午後から打つ予定だったんですけど、<ー>時間とか最後チェックしようと思ってメールチェックしたら、あの、今日中止ですっていうのが来てて、<laughs> なんだと思ってなってガクッとくるね。もうね、いろいろ準備したんですよ。のポカリとかさ、<laughs> ね、あのウィダーインゼリーとかさ。で、あと、ね、 倒れちゃってというか、<ー>あの副作用めっちゃ出て、あの動けなくなってもいいように、うん、なるべく冷蔵庫の中身は空にして、みたいなやつをやったんですけど、<laughs> <ー>まあ見事に、なんか、<ー> <laughs> 予定が全部崩れましたね。すでに打っちゃった人もいるってことなんだよね。あそうですね。もうすでに1万人ぐらいには、この、なんつうの、ロットのワクチンを打っちゃってる積みみたいですね。まあ一応このね、説明だと、これを打っても特に体に、 影響ははないとはされてるけどまあ、やっぱ普通にやだわなまあちょっと気になっちゃいますよね。まあ、反ワクチンみたいな回も取ったけれど、うん、こういうことがあるとな。そういう、なんていうかな。さらにそれを補強しちゃう材料っていうか。そうですね。あっちを増長させる材料になっちゃうので。<laughs> まあ、あの、磁石でくっつくっていうね。こ <laughs> れ磁石くっついたってなっちゃう。そう,そうそうそう。磁石人間になっちゃうと。あ、でもね、これで言ってた、うん、その、 反ワクチン派の人が言ってたやつで、その欠片っていうのは、きっとマイクロチップなんだみたいな。言ってる人はいましたね、<laughs> ねツイッターで。なるほど、なるほど、いろいろ情報がそこに詰め込まれてて、乗っ取られるんですよ。すあ、コントロールされちゃうわけか。<laughs> はい、ああ、まあまあ、それはね、ちょっとまあ、あれにしても、まあ、実際、このはい。 ってたっていうこと、まあ、これ回収ということで、うん、えっとね、スペインの工場の製造工程で混入したんじゃないかと言われてて、これをまあ管理してる、日本で管理してる武田薬品も摂取への影響を最小限にするよう努めるっていうことで、まあ、今回こういう処置になったと、いうことでね、うんうん、これ、中にはさ、 えっと、一回目打って二回目打つ予定だったのが伸びちゃったって人もいるみたいで。いるでしょうね。そうだね。そのスケジュールをまあリスキーしなきゃなんないっていう意味ではすげえ、今、右往左往をしてんだろうなっていう感じではあるよね。結局、昨日と今日の二日分が、まるっとその、在庫が使えなくなったっていう状況らしいので。なんかだって、量で言うとかなりあるんでしょう ?1 万6000とか、なんか言ってたかな。 そりゃ大変だわ。で、その分を、とりあえず今、本当にこれ収録する5分ぐらい前に、べっこでメールが来てて、8月の30日から9月の6日にかけて、うん、とりあえず昨日今日で打てなかった人をこう分散させて、打つようにするみたいですね。意外とあれだね、じゃあ迅速に、その決まったんだね、次の予定というか。そうですね、すごく、あ,<ー>あのー、こここまめにメールが来たので、ちょっとそこは安心しています。 まずその、1回目、これは中止ですっていうのが来て、で、中止の理由はこうですっていうメールが来て、で、今回受けられなかった人は、えっと、近々打てるように今調整してますね、みたいなのが、3時間とか5時間おきぐらいにこう、ポンポン来てたんで、 その辺はやっぱしっかりしてるんだね。うんで。やっぱ最初連絡が来ないとどうしようねっていう不安はあったんですよね。結局、もう一回その予約の取り直しからかってなっちゃうと、うん、また結構しんどいと思うので。これ、今日のニュースだとね、あのー、その集団接種っていう意味であの、渋谷で若者向けのワクチンが、えっ、ー、となんか殺到してるってことで、並んでるみたいなんだよね。<laughs> あそこだって1日200人とか書いてあるんそうそうそう、200人らしいけど。これは若者対象だから、まあ俺らは対象外なんだろうけど。<laughs> <laughs> でも並ぶのちょっとおっかなかったりするけどね <laughs>。そうですね。結局その200人がギュッて集まっちゃってるとどうしようもなくなっちゃうんじゃないかなっていうのはあるけど、ただちょっと数が少なすぎて、あの、あっという間に、だって200人って多分<ー>、多分 一時間二時間で打ち終わっちゃう数なので。確かに。 なるほどね。まあ、もうちょっと大規模なね、やつがあればいいんかもしれないですけれど。うん、いいですね。まあ、そんな感じでね。まあ、ようやく俺の方もね、8月30日に、あの、予約ができるっていう状態で。あ、予約開始が。予約開始が。で、まあ、9月半ばぐらいに打てそうな感じなんだけど、それもね、うん、結構その、数を見ると、待機してる人の4分の1ぐらいで埋まっちゃうんじゃないかっていうふうに、 言ってる人がいて、その、開始と同時に争奪戦になりそうだなっていうのは覚悟してんだよね。そうですね。あの、俺の方も、うん、あの、やっぱ、予約やるときの1時間ぐらいは、繋がんなかったんですよね、うんうん、そのサイトに。ああ、多いみたいだね、そういうことね。ねで、結局そこ、一気に殺到してるからみんなが繋がんなくなっちゃうんで、うんうん、逆に1時間ぐらいしてから、ちょっと落ち着いて、 やると、スッと入れたりするので、まちょっとやってみるといいんじゃないかなって言うのと、うん、えっと、さっきちょっと1万6000回分と思ったんですけど、うん、今ちょっと調べたら、160万回分でした。えー、桁違うじゃん <laughs> 桁全然違いましたね。なかなか大打撃だね。ですね。はまあ、再利用するわけにもいかないだろうしね。うん。一応、代替品の供給を検討しているということだそうです。 まあ今回ね、そのモデルナの方でね、それが発生したっていうことで、うん。ね、せっかくそこまで準備してたのにっていうね。まあね、そういうのが、<laughs> まあ、あの、下手に強行されて変なもん打たれるよりは、良、うん、かったんじゃないかなとは思ってますけどね。あの、ちょうどなんだけれど、うん、マリアスくんが2回目打ってきまして、 あの、会社の方の集団接種で。はいはいはい。まあ、ファイザーの方だったと思うけれど、うん。すげえピンピンしてんだよね。あれ <laughs> 俺も本人も結構、よし、これから大変になるから <laughs>、みたいな感じでいろいろ準備してたけど、うん、<laughs> 全然今もう普通になんか天丼食ったりしてるから、あ、全然余裕ですね。<laughs> ほんのちょっとだけ、一瞬だけなんか熱が出たみたいだけど、すごい眠くなるっつってた。うーん あだから体力は使ってんでしょうね。体の中でね、そういう消耗してるんだろうね、やっぱり。うんうん。うん。まあ人それぞれ症状が多分出方が違うと思うんで、その辺はね、本当にまあ気をつけていただいて。うん、で、まあほら、今日金曜だけどさ、やっぱり2本目の翌日っていうことでもう会社の方で休みになってるらしいんで。ああ、やっぱね、友達とかも2本目は あの、その日の夜から二日三日辛いって言ってたんで。ねそれはやっぱ覚悟しとかないとね。うんうん。そうだね、なんかあれだね、一週間も伸びちゃうと気が抜けちゃうね。ちょっとね、だから昨日、あの、キャンセルになった時点で、うん、ちょっとスーパーまでチャリで行って、いい刺身を買ってきて、酒盛り始めましたから、ね。<laughs> もう今日はぐずるって言って。<laughs> もうお刺身とマックのポテト買ってきても、<laughs> 祭りでした。本当なんていうか、あれだな、モラトリアム入っちゃったな、一週間だけな。<laughs> しょうがないですね、これはね。しょうがないね。まあ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 。うん、こういうことがね、あるんで、本当まあでもあれだね、そういうふうに、事前にメールが来たりとか、まあよくチェックしとかないとね、出かける前にね。そうですね。それ見ないでだって、もうね、電車乗っちゃって六本木の方向かって、それで後から気がついたら、やっぱちょっと失敗したって思うもんね,ね。そう。だからメールが来たのがやっぱ十時手前ぐらいだったんで、うん あの、10時から接種の人は、もう現地に行っちゃってたっぽいんですよね。で、現地で中止ですって説明を受けたっていうことか。そういう人もいるんだしょうから。ああ、そりゃ嫌だな。うん。それよりはましと思っておこうと。うんうんうん。いう感じですかね。はい。ということで、まあ、次週打つとこまではいかないのか。行くか。来週、その、まあ、今回俺の方でスケジュールくん、もう一回組み直して、で、今メールを返したところなので、うん ええと、それで、その日で OK っていう連絡が来れば来週には打ててるとい。なるほど。じゃあ、また、あれだね、次撮るとき、その、打った後のね、ぜひ。うんうん。やつを撮りますかね。次週にね、まあ、引き続きということで。こ、えー、ね。よろしくお願いします。はーい。い。浅川図です、えー。サブチャンネルもやってます。カ川図のビデオで検索してください。 くだらないもの工房の匠です。えー、YouTube チャンネルを作りました。ほぼ毎日何かしら作る雑談ライブ配信をやっていますので、えー、くだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。